はいどうも、アシロイチャンネルです。今日はムコーズに来ておりまして、ちょっと気になったグローブがあったので2つ紹介していこうと思います。サムネイルにあったと思うんですけど、今日は水のプロを2つ見せてもらっています。で、今2つこの青い水プロと赤の水プロがあるんですけども、最初にこの青いピッチャー用から紹介していきます。こちらですね、ジャイアンツの菅野投手モデルで軟式用の水プロ青になります。で、ちょっと中側を見るとですね、最初見た時にちょっと硬式用かなと思ったんですけど、軟式でもまあしっかりしてるっていうのがやっぱり水プロの特徴ですかね。で、まあ王冠スタイルで、ウェブはこんな感じになっております。ちょっとまああの詳しいことまでは分かんないんですけど、2017年8月に作ったそうですね。はい。で、まあピッチャー用だと、まあ草野球とか社会人になってくると青が使えるようになるんで、中学生とか高校生の場合は青が結構憧れると思うんで、いいんじゃないかなと思います。まあピッチャー用なんで、やっぱり一色でシンプルでいいんじゃないかなと思いますね。グローブを作る場合は軟式用の青のグローブを視野に入れてみてください。はい、続いてこちら、同じく水のプロ軟式用のイチロー選手モデルの外野手になります。こちらはやっぱり外野手なので少し大きいんですけど、こんな感じですね。で、まあ、ちょっとまだ作ってそんなに時間経ってない感じなんですけど、まあ、これから形を作っていけるかなといった感じになります。ウェブもかっこいいですね、外野手を。あんまり自分外野手を紹介しないんですけど、あと水のプロはやっぱり可愛いですね。しっかりこう張りがあるというか、軟式なのにしっかりしてるっていう印象があります。はい、というわけで、まあ今日は2つの水のプロの軟式を紹介しました。皆さんも今後ですね、オーダーするときとかグローブを買うときに参考にしてみてください。はい、それでは今日の走りチャンネルは以上です。他にも紹介してほしいグローブのメーカーありましたら、下のコメント欄にお願いします。ではあるでしょ。はい、というわけで4月のプレゼント企画です。まずはクボタスラッガーのグローブ KSS1P 型となっております。片付け済みのグローブで即戦力で使えるグローブとなっております。こちらを1名様にプレゼントします。続いてこちら、タナーティ、動画で以前使用したものと同じものを準備しました。チャンネル登録とコメントで応募可能です。たくさんのご応募をお待ちしております。ありがとうございました。今日も見てくれてありがとう。